で僕は実はこタイトル最初に書いたらこっちから書きます。できる。しにくくないですか。そっちもやりやすいですか。僕はねスピード考えるんですね。これは症状が来てる人 の方法なんですけど、症状を一時書いたんですね。で症状って乾かないんですよね、髪が。ツルツル。ツルツル。で何よりも汚したら最悪なんですね。まあ履歴書と同じようにもうパーですよね。そんなことできないんで一発勝負なんで汚れるんです。右に来たら。うん、ね。だからまあこれは掲示文だから一応タイトルを書きます。なんとなく気持ち的にね。うん、大きさとか大きさをまずこれで還元決めるんですね。そして次ここ書いたらどうなるか。墨めっちゃつけてるんだよね。墨、うん、とかすごいつけてるんですね。タイトルですからバンっていきたいから。でこれで書いたらどうなるか。汚れるんですね、この辺が。うん、それがもう嫌なんです。うん、やっぱりダメなんです。それだからじゃあ乾くの待つかこうやって。ですけどそんな時間もないし、うん、そんなことしたくもないんで僕はこっから書くんです。そしたら汚れないですよね。うん、ここから書いたら次汚れますよね。次にこういったら。うん、汚れるかもしれないですよね。うん、だからここを書いて、まあ上から書いて、ね、書くんですよ実は。こう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 。でこれ最後です。え？僕の中では僕の書き方なんですよ。だから自分の技を身につけてほしい。でそういう書き方っていうのは誰も教えてくれないところなんですね。うん、こればっかりは。でそういったのも僕も。多分僕の書くところを見ないとわからないと思うんですけど、うん、なかなかね長い期間見ることできないと思うんでこうやってもう説明を全部するんです。うん、全然何書く必要も奥義でも何でもないんで真似します。みんな多分どっかやってるはずなんです。ただこんなのみんないちいち説明しないだけ、うん、しないですよね。自分の技ですから、うん、料理人の方の自分の技みたいなもんで、うん、実はこんなことしてたんですって、うん、引退したというような感じで野球選手とかね出ますけど、まあ別に全然、まあこんな技知ったところでできるかどうかは本人次第ですから。そうなんですよ。そうなんです。どん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 やどうぞどうぞですけどね、技術なんか。でまあこっからこう書く。で僕はこっからこうやって書きます。でこっちから書いてもいいですけど汚すないようにしてくださいね。あちょっと墨がべちょっといっちゃったなとかあったらちょっとあこれ気をつけながらこう書く。年賀状とか書くときもそうですよ。僕住所名前って書かないですからね。からですか。うん、年賀状がこうあったらありますよね。名前と住所ありますよね。うん、僕はこっちから書きますから、こう書いてこう書くんです。こっちから書いてこう書くと汚れますよね。うん、汚れるしこう自分の手に隠れて書きながらこう見えないですよね。うん、ということは視野がここしか見えないんですよね。うん、トータルが全体見ないと字はさっきの字みたいに曲がってくるんです。はい、だったら視野が欲しいんです。だからまずこっちを書いて次こっち書くとこっち見ながらこっち合わせてこっち書けますよね。うん、トータルを見ながら書けるんです。で汚れないんです。ね、汚れますもんね、こうやって。私だいたいこの辺黒いです。はい、わかります。そうなんです。だから仮名のテストとかやですね、仮名とかは嫌でもこっちからしか書けないんで流れがありますから、うん、もうちょっと乾くのマスとか、まあ、少々細いからいいんですけどね。すごく気遣いますよ。やっぱ日上がりでもしシュっていうこのスレが出たらそれは減点みたいになるんですか。見栄え的になりますよね、絶対。それもそもそもそれはボツですね、本当はね。そうそう、汚れたものをなんか、なんかね、料理とかでもなんか失敗作出すのかって感じじゃないですか。お客さんにそういうのを見せるのかって感じですよね。そんなのはやっぱり嫌でもやり直しですね。間違った履歴書を修正テープで書いて出しますかって話ですよね。そういったところを見られるわけじゃないですか。うん、もし試験でどうしてもなってしまっても、もし試験から出す人がさ、試験だったらしょうがない。それは別にどういう採点されるかは分からないです。うん、僕も知らないし、うまければ大丈夫なんですけど、もったいないじゃないですか。書けたのとかちょっと曲がったとか、うん、もったいないんですよ。うん、気をつけます。はい、ちょっと精神論的なことになってきたんですけど、うん、そこはもうマナーとして、うん、なんか人をもてなす時に何もないとかそんな感じと同じですから、うん、汚れたものを出したら失礼じゃないですか。うん、これを見ながらこれを書くとか、これを見ながらトータルを考えるわけですから、
本当は流れがあるんですよね。だから本当の流れはこっちからこう書くのが本当なんですけど、掲示文っていうのはもう別に必要ないんですよ。パンと入ればいいわけですから、もう流れなくこっちから書いてるんです。症状なんか変ですよ、渡す人から書いてますからね、うん、社長何々様平成27年なんてね、よってこれを称しますっていうのなんとかから始まりますからね、で、あなたはとか最後ですからね、うん、うん、そういった風なんです。別に思いは気持ちは入ってますけど、そういった文章の流れはないんですね。ただその文章を考えるまでに時間を使います。だから僕が今レイアウトの紙を渡しましたね、あのレイアウトの紙に時間をかけてるんです。症状なんか書くときはそこにもう少しレイアウトで書きます。この文字の大きさまで、まあ、丸とかでも薄ら字を書くでもいいんですけどね、方法はいろいろあるんですけど書くんですけどね、これが掲示文の極意みたいなもんですよね、うん、こういうところをもう横線越えても書く潰れますよね、うん、でここもいいですか、ここですよ、ここが分かってくれば次どこに書けばいいか分かりますね、おのずと こっからですよね、うん、中心ですもんね、これはちょっと外に広がる、そうすると書けますよね。で、これが大体いつも窮屈だから、この辺によ右側に寄っちゃって、なんか窮屈になってるんですよね。っていうのを、もう理論として分かってほしいんです。なんかこの空間が残念ですよね。さっき、ね、書いたと思うんですけど、森っていう字が来ましたね、さっき木が3つ描くたらパサパサしましたけど、密着したらかっこよくなったような感じで、間もそうですよね、この辺密着させると字が引き締まりますよね、字が抜けた感じがするんですよ。だったらこの部分ちょっと大きくすればいいんですよね、ちっちゃいから、っていうような見せ方がなんとなく分かってくるっていうのを僕は多分口頭で説明するんで、ただ黙々と書いてやなくって、それを頭で理解してほしいんですよね、うん、